ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、農業を用いた途上国支援を勉強中の大久保夏人さん。相模原市内のピザ店にいるんですけど、私が考案したピザストローを持っていただきます。プラスチックでも紙でもない草のストロー。でもふにゃふにゃになったりしないのかな。耐久性も優れていて、長時間利用していただけます。まあ、植物の本当に茎でできているものなんですけど、完全生分解性の自然由来という土に還るといったような特徴を持っていて。考案者大久保さんにとっての幸せの種は、大学に留学生が多くいることもあって、彼らの国のプラスチックへの取り組みより日本は遅れていたり、過剰に包装されているっていうところは言われました。そんな中、3つ年上のお兄さんから聞いた草ストローの存在。尊敬しているミン君と打ち合わせをしてます。ベトナム人の友人を誘ってすぐに起業しました。モットーはほんの少しのエコな選択。それが途上国の農村支援にもなるといいます。ホーチミン郊外にある農村の雇用を生んでいるものと、現地の NGO 団体等と協力をして農村を支援しています。大久保さんが未来に咲かせたい夢とは。飲み物を飲む頻度は結構多いので、そのストローを利用して、そのきっかけに環境問題に興味を持ってくれる方が増えればいいなというふうに思っています。草ストローで就労支援や環境問題解決の一歩に、あなたの幸せの種は今どこに？